セルローズファイバーの粉末床面への施工壁面への施工セルローズファイバー施工に必要な機器マット状のセルローズファイバーセルローズファイバーは木質繊維を使用して製造された断熱材である。断熱性能は住宅用グラスウール24キロ32キロ相当で熱伝導率は 0.038W マーク前後である。セルローズ断熱材は古来より用いられる。 断熱材の一つであり、麺、おがくず、とうもろこしの保く、新聞紙などの多くの種類が利用されてきた。現代のセルローズ断熱材は古新聞などを裁断して、難燃材を添加したものであり、1950年代に開発され1970年代より、アメリカ合衆国で一般に使用され始めた。主に古新聞、または段ボールを原料に製造される。原料は、 廃品回収で集めたものではなく、製造したものの市場には流通しなかった余剰品が用いられる。セルロース原料を裁断、攪拌し、さらに難燃材として、放酸や硫酸アンモニウムを添加した上で製造される。湿式と乾式があるが、いずれも専用の機材を必要とする。双方とも床や天井にも施工できる。接着剤と水を混入し、 スプレーガンで構造体や壁に吹き付け自然、乾燥させる。施行には時間がかからないが、乾燥に1ヶ月以上時間がかかり、また一度に施行できる厚みに限度があり、日本の在来木造住宅の筋替の裏側には施行しづらいため、日本の住宅ではあまり施行されず、鉄筋コンクリート構造や鉄骨構造などの大型建築物などで使用される。 ウレタン吹き付けとは異なり、余剰分は削ぎ落とし、再度使用することができる。冠式のように粉塵は発生しないが、勾配天井には施行しにくい。柱と柱の間に、糖質防水シートを貼り、その内部に、ブロワーで、セルローズファイバーを圧送して充填する。理論的に施行する厚みには、限度はないが、自情による沈降を防ぐために、規定の圧力で吹き込む必要がある。 規定の圧力で吹き込みが実施されていれば、沈降は発生しない。さらに、被木質系の繊維を混入させることにより、材料を解出し、長期の沈下に対応するものもある。吹き込み後の密度は 60kg 毎立方メートルにもなる。試行時に粉塵が舞うのが欠点だが、勾配天井にも試行できる。ありがとうございます。